嘘,か嘘書いてる嘘ばっか書いてる大体九時9時前後9時前後って思ってほしい。 ごめん私の気持ちは9時45分だったのかもしれないでももう,もうなんていうのこの今の時間が9時45分だったと思うけどこの地球の時間は8時45分だった前髪切ったんだ自分ででもなんかあんま納得いってない自分で切ったからだと思うけどなんかなんかおかしくないなんかおかしいけどこれ以上おかしくなるのが嫌だったからもうやめた あそうテロップねややばやばなあの,あの,あの私、いつも通りあのゆきりんさんのラ,ライブ配信解禁しようって言ったと思うんですけどゆきりんさんが横山さんとされるってされるってお,おっしゃったかこれめっちゃ見たいと思ってでも7時になる本当にもうめっちゃ待機してた。な7時 にもうちゃんと横山さんとゆきりさんのなんかマショールームが見れるように人生を動かしてたの今日の今日の時間軸をもうその <laughs> 7時にもう全部のことを合わせて生きてきてたのでそれであのー、7時からもちろん見てたんですけど見つかったんだけど <laughs>。 <laughs> な<んで> <laughs> めっちゃめっちゃ私びっくりしてさ「えやばい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 !」って思った、ね、まだされてるよねまだされてるけどちょっと私もショールームやんなきゃやばいなと思ってなもうちょっとなんか離脱しちゃったんだけどだ今までさなんか別に誰のショールームじゃないインスタライブに行ったらさバレたことなかったしさ自分もそうインスタライブやっててそうなんか誰が見てますとかいうの知らなん何ていうのそんなのやったことないからさなんか 横山さんにそう,そう見つかるめっちゃびっくりしたんだけどえええ,えみたいな <laughs> 全然コメントもしてなかったし何な,ならなんかその時はなんか髪の毛をそうなんかショールームのためにあのヘアアイロンしてたのしててでなんかその私の洗面所すごい電波悪いから。 電波入んないから声だけでも聞こえるようにって思ってリビングに携帯を置いて声だけ聞きながらこうヘアアイロンしてたらなーみんって聞こえた気がしていやっつたいつたいもうなんかもう頭おかしくなったのかなって思って <laughs> でもう急いで戻るじゃん で、でもなんか戻った時にはユいさんの話されてたから、ああ、なんか気のせいかと思って。で、なんかちょうどもう髪の毛も終わってたから、普通に見てたの。そしたら、なんかもう一回横浜さんが呼んでくださって。<laughs> びっくりしたんだけど、すごくなんか、 福山さんな特殊能力でも使えんのか,かそんな人のさインスタライブに潜っててコメントされない限り見つかったことなかったからさびっくりしたんだけどめっちゃ面白かった今日もなんかメンバーさんのそのインスタライブがめっちゃ面白いコラボとか。 のラ,イブライブを見にときには何か何さんが来ましたとか出るじゃんなんか全然もうだから私もう7時から見てるからバレたのは全然もう何十分も後とかだったからそこじゃないなって分かってるもん,なんかもうええみたいななんかすごい恥ずかしくなっためっちゃ。 めっちゃもうだってさもう公式マークついてるからさもうなんかめっちゃなんか職権乱用みたいになっちゃってほんとみんな申し訳ないあなんかそう言ってた「相互フォロー」ってかなんかフォローしてるとわかるみたいなめちゃくちゃ恥ずかしかったなんかあやば,やばいやばいやばい内密にもうなんかもう一ファンとして見てたのにさバレた瞬間 <laughs> 申し訳なないいと思いながらっていうののやばい今日は。んかそんなことが起きなんかでもなんか途中さなんかもう見る,見るの恥ずかしくなっちゃってさなんか一旦なんかこれこれずっとなんか横山さんから見てたらこの人が見てるよってわかるのかなって思ったらめっちゃ恥ずかしくなってさあったのとあとはもう夜ご飯食べる時は一部ちょっと抜けちゃったけどでも結構見てたよずっと。 や、ばいって感情だよ。なんか、なんていうのなんか、普通に、その、みんなと同じ気持ちで <laughs> 見てたから、そういうなんか、なんてうのバレる手で見てないからさ。めっちゃ、なん焦った、すごい。あ、なんか、あ、もう、これを見るためだけの、なんか、アカウントでも作った方がいいのかなって <laughs>。考えたぐらいに、焦った。 でもやっぱ勉強になるんですよ普通にな面白い面白いめちゃくちゃ話が話がめっちゃ面白いしそうっていうのもあったりするからでなんかそこでしか聞けない話もやっぱあるからさ聞いてるなんかインスタライブは結構見てるよやってる人いたら ひっそりと見てるフォローしている方のインスタライブはかなりの比率で見てるやっぱ一番上にあるしさ呼吸するように見てるから見るんですけど「初めてバレためっちゃもう恥ずかしかった申し訳ない」もうんかその時をなんかその時を止めてしまって。 <laughs> そんな,なんかもう「あああ」ってなな「ああ申し訳ない」って気持ちになったらファンの立場ファンのみんなと同じ立場だったらさ自分がファンだって一生懸命コメント書き込んでさ「あのー、あ読まれた読まれた」みたいにさなって嬉しくなったりしてたんだろうけどもう今となっても恥ずかしかった。 あサボさんのも見てるよよく見てるってか聞いてるよくなんかちょうどあのお風呂に入る時間だったりするから流しながらめっちゃサボさんの声はなんか癒されるからなか落ち着いた夜を過ごせる <laughs> でほんとめっちゃ見てるよ ナーミンンが来たこと配信メンバーか結構見られてるも私もわかんないのなんか自分も配信してて例えばよくおりんとか見に来てくれるけどインスタライブおりんとかもコメントしてくれるまでわかんないしだからどういった特殊能力を使って暴かれたのかが気になる。 私の見ても落ち着いた夜過ごせない。いやほんとそう私すごい喋っちゃうからさみんなのこと落ち着かせることができない。申し訳ない。だからもうら夜はもうちょっと落ち着いて喋ろうって思うんですけどね。永久に喋っちゃうでもなんかあのそのなんかステイホームみたいなステイホームじゃない <laughs> あの <laughs> なんだっけあの AKB、ね、の公式でおうちおし。 OUC 私たち今日から AKB じゃない OUC48 なんですよ。であの見たかなみんなもうあの動画が365日の紙飛行機をみんながお家で撮ってる動画の層が配信されてみんな見た ツイッターにも拡散させたんですけど見たかなインスタにも拡散す,すごいよねあれあれは横山さんの発案のミオンさんが編集してくださったって言ってたインスタライブでだからそういう情報も見てないと仕入れることができない,い見た人めっちゃいっぱいいる 嬉しい編集、えー、絶対すごいだってさ一人一人名前まで付けてくださったんだよみおんさんすごくないそうで最初から木ごとになってて。 いや、アカペラじゃいや、なんか、それがマジで難しかったの。ちょっと、なんか、あの、私の NG 集があるかちょっと、SNS に載せれない、一回だけみんなに見てほしいっていうやつの NG があるの動画を、ちょっと iPad に入れ込んだから、ちょっと、後で見せるね。そう、みんな、ソロでそう音源流しながら、撮影して、アカペラ、アカペラじゃない、カラオケの音源、オフボーカルの音源を流しながら、自分で歌って、それを撮る。 っってていうのを送ってそしたらみおんさんがこう綺麗に編集してくださってあそう「きごと」最初が一番が「きごとで」で2サビからがチームめっちゃ個性的だった私なんかちょっとあんまなんか理解してなくてさ普通にずっとなんか揺れてたのそしたらなんかめっちゃ。 枠からフレームアウトしまくってた、こう <laughs>。動きすぎ <laughs> そう、ミオンさんが全部やってくださったのってすごくないなんか感動した。なんか、まずメンバーのみんなの顔、久しぶりに見れた時点でも感動したし、なんかこう、バラバラで、一人でこう撮影してるのを、こう、なんていうのあたかもみんなが一斉に歌ってるかのように、 見せててすごかったなんかもっといろいろすればよかったって思ったでもめっちゃ大変だったのすごいなんかもうほんとに45分ぐらいかかった1時間まではいかなかったけどめっちゃ大変だったなんかほんとに大変なのなんか曲は。 止まるしなんか照明暗すぎてなん,かな,なんか家,家のこ,もうここで撮ってたんですけどなんかもうやっぱ家だと暗すぎてあれだからでなんていうの頭から最後まで撮らなきゃいけないの頭から最後まで自分が歌ってなかったとしてももうずっと回してなきゃいけなかったからそれがめっちゃ大変だったでで45分ぐらいかかったんだけど そのののまああのちゃんと完成版は見てほしいのでその私の NG のやつね1個すごいもうすごい NG のやつ私すごい多分音量がやばいかもちょっと待ってちょっと音量がうるさいかもしれないちょっとこれ落ち落ち,ちゃうあ 止まるかな配信ちょっと怖いこれだったら聞こえるかなあ意外とちっちゃかったちょっと待ってじゃあ私の NG シーねこれは これは、あの NGC、あ、ちょっと恥ずかしい。いっぱいなんかいろいろ言ってた。あのー、私がこう歌ってて、で、もうニサビ、ニサビも歌い終わって、もうすごい長いわけだから、もうイントロから、私の歌わりっていうのはずーっと見てる夢は私がもう一人いて、と、あのニサビの後半のとこと、大錆のとこしかないから、あのー、もう他はもうずーっと何もしなかったの。こう、こうしてるだけだったんだけど、 それも全部できてでもうよっしゃこれ絶対うまくいったぜーってところの,の,の,の動画ねいきますちょっと音量うるさいかもあ大崎の前だこれ「最悪ラインが来たー!」<laughs> <laughs> <laughs> 感想のとこだ <laughs> なんかあの <laughs> 説明するとあのいい感じにあの2のゃべまで終わってであ感想のとこまで来たって思ってね iPad で音源流したの iPad にも LINE 入れてるからあの <laughs> いいタイミングでも終わると思った時の瞬間に <laughs> LINE が来たのしかもなんていうのまだ人のからの LINE とかだったら全然許せるんだけど公式 LINE だったのもう大絶叫 <laughs> 私もうこれも結構もう30分ぐらいも経ってたのもう撮り始めてからで結構時間も経ってたしはあってそうなんてもう一回見る <顔> <laughs> 最後の <laughs> やばくないこれもう私の最大の最大の NG もうねほんともう大変だったの。 ちゃんとさスイッチ入れてさなんか365の雰囲気でさやってんのにさフラインの通知来た瞬間もしかもなんか右ちょっと向いてるじゃん右向いていってるんだけどこれは右にママがいたからママに向かって叫んでんの <laughs> あともう一個の、ね、NG c のやつはインスタに載せたけどなんかスロー <laughs> なんかさ勝手に変換されてるのよあのカメラのやつが動画じゃなくてあのスローになっちゃうスローになっちゃうやつはインスタに載せてるそれもなかなかもううざい顔してる。 いちちかわいいやばくないこれはなんかスローにスローになっちゃったからもうクソっていうその気持ちを込めた顔めっちゃ大変だったでこれなんかもう,なん,かもうなん,だなんだろう完成品はもういい顔して,ってやってるけど そこに至るまでがマジでがたんだみんななんかそんな苦労してないのかなみんななんかそんなさらっとうまくできたのかなみんなすごいなって思うよ。んかすごい大変だったからよかったらたくさん見てください <laughs>。完成品はあのー、ちゃんといい顔で歌ってるので。 NG <laughs> これ1人で1人でってママと家でこう叫んでるからもう何ていうのもうなんかこの日はこの撮影した日はショールームもその後に待ってたからショールームの時間もあるしもう限られた時間でとんなきゃいけなかったのに何ていうのもう何回も失敗するからもうってなるじゃん。 っていうその45分目のもうラストの一本のやつを送っただからなんかも,うもっと小細工すればよかったって思った NG 動画結構消しちゃったんだよねそれもなんかもう全部残していけばよかったって思ったけどあとはなんか音を一番最初の NG はもうないんだけどあの音が勝手に消えちゃうの <laughs> 勝手に <laughs> なんかその <laughs> オフボーカルの音源がなんかフェードアウトしてて iPad 自体がなんかちょっと何回かた立ち上げないと音切れちゃうやつでその <laughs> このなんか綺麗に 12A が入った時か綺麗にフェードアウトしてた時の私のなんか <laughs> みたいな <laughs> 顔のやつとかもあったけど消しちゃった。 え絶対あると思うみんなも NG し分かんないけど私があったら他の人もありそうなみんな一発撮りとは思うでも絶対中には一発撮りって人いるんだろうなすごいなっていう感じで <laughs> おう<家>ち48ね <laughs> 明日からね早速 何だったっけなんか劇場劇場じゃないやおうちおうち公演みたいなのやるんだよねなんだっけちょっとそうパジャドラ何でやったら見れる ?AKB の ねパジャドラやるよねパジャドラやるってことはさああ,あったおうち公園ショールームでやるんでしょオリジナル音源をあダンスをメインとしたえどうしよう私4公演やるって言われたら家のものはか <laughs> 家そんな広くないんだけど <laughs> だから配信ダンスとか配信できないって言ってたのにさ えどうやってやるんだろう気になるえみんなそんな,なんか全身えどこで <laughs> めっちゃ気になるんだけどでもやりたいえ絶対えやばいロープの友情めっちゃやばい私やるよそしたらなんか誰か人人作って。 ね、気になるなんかさこの前エイトさんがさショールーム配信でなんかいっぱいなんか窓があったけどそういう感じでやるのかななんだろうえっえ明日気になりすぎる 歌でなくてダンスがメインズーなんだそらアプリみんなで見れるみんなが配信できるアプリ方があったら私も全然知らないからあれだけど気になる明日明日の18時半だって見ようあとは桜の花びらたち 大作戦そうこれもやるのあの桜を作るのちょこれはね私もあんまあんまちょっと理解してなんか作るらしい <laughs> ちょっと分かってないのに言っちゃうあたり本当にでもなんか いろいろできることを配信していくのかな。桜を作るらしいなんか桜 <laughs> 語彙力ないのバレるかももうそ,ろそのままよもうあの桜を作るのよあのななんていうの紙でいっぱい作ると思われる多分私のやつが。解釈があってたら これが何なんだろう <laughs> 全然理解してない <laughs>。いっぱいなんか、多分誰かに聞いたらわかると思うんですけど。まあ、とりあえずおうち公演は明日見たらわかるじゃん ?4 あったらいいな。家のスペース確保しなきゃ家で公演ができる。本当にどこでやればいいんだろう ななんんかそんな配信できるここだったらもう本当に私今この幅しか,かこの幅しかないのよ今もうベッドと今の机の間っていうか私がもうこれ以上椅子引けないところにいるからまずここで配信はまずできないのっていうかこの私の部屋でだからママの部屋を借りるか多分その説が高い 手だけ踊ればってなんかもったいなくない <laughs> 難しいなあ。ホー <laughs> ンザベッドここで。 私もあの,あのベッドの上でぴょんぴょんするのはちょっと昔のトラウマがあるからなんか映像で見たトラウマがあるからねベッドの上でジャンプできないのなんかすごい怖いの怖い映像を見たのがすごいトラウマなんかちっちゃい頃からトラウマでそうなんか仰天ニュースみたいななんかそういう感じのなんか本当にあったなんかびっくりびっくり事件みたいなそういうやつでその昔なんか。 ベッドでピョン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 してたらあと子供ちっちゃい子供がピョン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 しててでそしたらその夜にお母さんがバンって寝たらそのなんていうのお布団ベッドのコイルみたいなやつがなんか外れちゃってなんかビョーンってなっちゃってそれがなんか刺さったみたいなやつがもうめっちゃ怖くてもうそれ以降本当にあのベッドで飛ぶ人無理なの <laughs>。 だから同期とか一緒ホテル泊まった時にあの飛んでる人いたらもう止めちゃう勢いでそう今でもダメなのめっちゃ怖くないえでさしかもなんか普通にさ今でもなんかまあないとは思うけどさなんて言うんだろうなんかありえる。 話でさ、そう、危ないからさまあ普通にそうだからもうね嫌だ <laughs> そうだからなまあ多分おそらくママの部屋を借りればママの部屋はまだもうちょっと物が少ないからできるかも。 でもしたいなせっかくならばフォーもあったらいいなありそうかなそうだから私ジャンプしたことないあのベッドの上で怖すぎてみんなもやめた方がいいよほんとにめっちゃトラウマもうめっちゃ覚えてるもんなんか男の子ちっちゃい男の子2人がこうなんか。 ピョンピョンピョンしつつとかもう映像まで思い出せるぐらいにだいぶしたことある私さ何だろうなんかベッドのね今もちょっとずれてるんだけどなんかおいしょな,なんていうのなんかマットレスと下もさ台みたいなやつあるじゃん。で昨日ぐらいになんか普通あの。 マットレスとその下の台みたいなやつでちゃんと綺麗に繋がってるはずじゃんこうなってるはずじゃんこれマットレスねで台ねってなってるはずだからでこう何ていうの,パタンっていったのでもパタンっていうかなんかなんだ登ろうとしたんだ登ろうとしてこうやろうとしたらここがなんかうまいことずれててでめっちゃガーン足ぶつけてめっちゃ痛かったおとといぐらい。 昨日んていうの普段だったらマットレスがあるから痛くないのにそのところにはマットレスがなくて足がガンって落ちたのわかるなんかめっちゃ説明下手すぎてつらいでめっちゃ痛かっただからもうベッドには落ち着いて登る でも今もずれてる <laughs> 今もめっちゃずれなベッドなんかずれちゃうんでよでんかなんかぬいぐるみとかもね下に吸い込まれていくの合間があるからそう私ベッド向いてないんだと思うあとさ <laughs> と寝相悪いんだと思う多分 <laughs>。おそらく寝相が悪い あとあれ,もあれもみんな投票したあのー、ナーミン・リカはもう今日さずっとさあのツイッターのトレンドでさ加減の月って入ってるんだけどもういつも鬼滅かなって思っちゃうもうなんかもうやだ <laughs> あのー、ナーミン・リカは2020間違えた2020今日の23時59分締め切りです。 まだ悩んでるしたよ、ね、結構みんなしてくれてる気がする。ね、めっちゃ今回がなんかね回に行けば行くほどなんていうの回を重ねれば重ねるほどどんどん参加してくれる方が増えてたりとかその前回見て2回目見て面白かったからちょっと今回から。 参加してみるねって方とかいたりとか面白い嬉しいです気になってタグ検索したいか我慢してるの我慢した方が絶対知らない方がいい絶対なんか予測なしで行った方が絶対面白いと思う結構今回は分かりやすいと思うからあんま見ない方がいいと思う みんんななめっちゃ悩んでたなんか悩んで「5曲絞れないよ」みたいな人がめっちゃ多かったけど1位がね今もうね大独走中びっくりしてるもう初めてなんか100票を超えるんじゃないかっていう勢いで大独走している <laughs> も,うもうすんごい勢いでなんかもう足りなくて髪がもういろんなところにお散歩しながら足してるけど すんごい強い曲があるでも逆を言えば今回も20位までやるんですけど20位前後でやるつもりなんですけど上位20曲前後でやるつもりだけどそ,のそこは結構今ねグラグラしてるもう1票の差で入る入らないって今回もめっちゃあるし1位がめっちゃもうぶっちゃ切り1位とか2位とか。 はあもう動かないだろうなんて分かるけど3位以降とかはあまだ全然変わるなって感じだしなので皆さんぜひ投票してください前回表題やった時はもう20票以上とかだったんですけど今回も今のままいくと確実に20票以上またはもうそれ以上。 じゃななないいとと入らっななって曲ばっか今のところもうねさっき昼過ぎの時点で数えた段階で20票以上入ってるのがもう20曲近くあってすでにだからもっとねやっぱ増えてる気がするわかんないなんかうんちょっと。 どういうい基準でやるのかなきゃそう本店の時は本店てか AKB の時はあのー、割となんか結構散らばってたけど何ていうのなんか最近のところが好きとかいやいや私は昔のところが好きとか結構いろいろ分かれてたりしたからあれだけど今回はやっぱ何ていうんだろうその NMB さんが好きとか STU さんが好きとか。 そういう人はもうなんか一曲集中みたいなのだったりするからで結構みんながその入れてる曲かぶってるから人気なやっぱでもまあこの曲人気なよなーってなったりとかするめっちゃ面白いいいやもう私もう今日私が上位予想していく曲は今んとこ入ってる けど意外に入ってなないやつもあるええそうなのみたいなのもあったりする。さああとねやっぱなんかそのシングルじゃないやつをあの間違って入れちゃう人がいてすごいもったいない。あー違うのにーとかあのマックス時すごいねもったいないみんな。違うよーって思いながら。 下の順位は言わないよちょっとかわいそうだからそうなんかあのそう AKB もあそうラップタイム青春ラップタイムとかそういう目力とかなんかそう惑わされやすいその表題じゃない曲とかは本当に気をつけて。 前日番外編する予定ですあそう大人列車もねでさそのなんて言うんだろう次私何やるって言ってたっけこれ視点のシングル終わったら私次ユニットをやるって言ってたっけユニットやってソロ曲やってのあとどうしようって今日めっちゃなんか一生考えてた なんかさカップリングもねなんかいい曲いっぱいあるからやってほしいなってねすごい言われるんだけどなんせ曲の範囲がひ,ひ広いじゃんハセ <laughs> ユニットの表題曲すごい悩んでるんだよねえどう思うえなんかでもハセユニットのは全部書いちゃってもそんな曲数いかないかなって今はもう思っているんだけど 公演曲は、あのー、ですね、全然入ってないんです、ここのカラオケに。だからもう、超絶アカペラ祭りでいいなら、公演曲縛りもいいなと思うけど、そんななんか、なんだろう、アカペラで成立する曲しない曲ってあるからさ、そう、あんま入ってないんだよね。 あんま入ってないからある曲を全部書き出して入れてもらうかそうだからアカペラも,もうあ,れあれなんだけどあのだから本当になんでなんて言えばいいんだろうなんか例えばアカペラと厳しい曲うん「うざ」とかさ急にアカペラでさ 歌いい始めた <laughs> めたっちゃむずいでしょだったりするからさそうなんか前回そのみんなの,あの好きな曲でやった時は運よくアカペラのやつもなんとかアカペラでやっていける曲が多かったからいいけどその <laughs> 公演曲とか特にだけど割となんだろうアカペラだと。 うんみたいなやつが多いからあーだらしないしかだらしないしか多分入ってるけど確かにね最初の文字が「あ行縛り」なんかそうそうそれも考えたんだよねなんかその上から五十音順っていうのも考えたけどそしたらなんか寄っちゃうかなとか思ったりとか。 坂道解禁の好きな曲乃木坂さんとかみんな分かんなくないなんか私はあの乃木坂初期の方とかってめっちゃ分かるけどなんかみんながやっぱ投票しやすいのがいいなって思ってそれなら坂道さんをやるならあの勝手に自分で組み立てた方がいいかなって思ったりするけどなんかそ,そもそもその曲を。 全然知らない人もいっぱいいるだろうなって思うといやーと思うしそうやっぱ知らないよねだからまあそれはあのなんだろうリクエスト取る形ではやるつもりはないちょあと私はなんか割と あのそのそ乃木坂さんなら詳しいけど欅坂さんとか日向坂さんとかは全然だからうーんと思ったり乃木坂さんあれまでいけるあのなんだっけ「はだしでさわ」までいけるけどもうそれ以降が全然です。 だからもうモチベーショ芝居でやろうと思っててでカップリングもやりたいなって思ってるんだけどあのカップリングのあリコーンのさんぐるぐるカーテンやった時あのカップリング曲数すぎてどうしようって思って。 そカップリングは何回かに分けてやろうかなーって思うけど結構歌えないしかも <laughs> 歌えないけど歌えなくてもまあ練習すれば何とかなるしまあ知ってなんとなく知ってる曲ならいっぱいあるからあとはもうみんなが一番分かりやすくて投票しやすいやつがやっぱいいなと思ってどう分けるか。 防災でグップをけあーあの s k さんとか AKB じゃない時はね確かにそれはそれでいけそうあのうんいけそう s k さんと NMB さんがやっぱシングル曲がめっちゃ多くて多かったからそこが分かれれば割と曲数はどうにかなりそうだとしてその本本店ていうか AKB が。 難しい。どうしよう。どういう縛り。あ、初期から何年。何年ごとみたいな。確か何枚目のシングルまでみたいな。1から。 なん何まで本桂花2020のランクインした曲のみ縛り <laughs> なるほどね今までの今までのやつねお年代ごと良きシングルごとに何曲何個かずつ まあ大体560曲ぐらいの区切りでがよさそうカップリングは確かにそれでいこうそれならいけそうだな。 頂上決戦面白そう。あーその、今までやった中の曲でさらに上位を決めるってことでも、まあ、それ大体あれじゃないその順位ごとになっちゃうんじゃないあ全部揃った時のもう最終回とかならありかも。なんだろう。各企画、今、1、2、3ってあるけど、もうちょっと続けるとして、例えば10回までやったとしたら、そんな続くのかな ?1 から10までの1位の中だけで、 あでもそしたら再開が出ちゃうか一位から十位にすると再開はあんま出したくないんですよねなんかあんま良くなくない響き的に一位から三位だけ縛りか十十までやったとしたら五まで発表してその五をフルで歌うとかフルはちょっとなんか長いよね五曲もフルでやったら。 うん、20曲10位までその20回やらなきゃいけないその根本を <laughs> だからまあ1位から3位だけの中の10位トップ10でそしたら30曲ぐらいになると思うからまあそれはありかなって思うけどまあかぶりとかもあると思うけどまあまあそれはありかもね <laughs> めっちゃかかるよそこまでそのそも,そもそもの企画ができない私が選ぶ公演見て公演ってかなんだろう瀬リは一回やってるんですよ最初に100回の時にやってるからもうそれはもういいなって思っててそう私があの好みのやつはもうやっちゃってるからとりあえずいいや あと私がやりたいのはあのみんなの好きなあの公演、あのレッツゴーとか自分がやってるのにやっちゃうとそれはみんなそれ入れちゃうから,から既存の公演だけにしてでも多分アカペラ祭りになっちゃうけど公演数はもう本当公演曲って全然入ってないからあれだけどもうやりたい私実は。<laughs> みんななの好きな公園 が知りたいシンプルにその何てい何があるんだろう結構いっぱいあるよねなんか AKBAKB こう上んうん劇場公演 パーティー会いたかった青春ガールズ誰かのためにノーパラただいま恋愛中僕の太陽夢を死なせるわけにはいかないパジャマドライブ最終ベルが鳴る恋愛禁止条例アイドルの夜明け手をつなぎながら逆上がりもう分かなくなっちゃったリセット シアターの女神目撃者うんちょっとウェイティングとか抜いちゃうわで MT かで、やったらさそれをやったらさそのなんていうの著名人こだからもう「レッツゴー」を入れちゃうと多分「レッツゴー」になっちゃうから「レッツゴー」を除く その著名人公演縛りだったらちょっと新しくない私もそんなもうなんだろう「レッツゴー」入れちゃったらみんなが絶対「レッツゴー」に入れちゃうからさいその公演やるって言ったらその1個しかやらないからさだからそのなんて言うんだ 名人公演青春はまだ終わらない演著名人の方が作ってくださった講演縛り吉松さん公演もそんなやってないから <laughs> あれはシングル曲もいっぱいあるしまあいいかなって思うけど。 さん公演もいいかなって思うけどもうレッツゴーは絶対にレッツゴーになっちゃうって分かってるからそう田原さん公演もうありかなって思うああ修行中僕夏レッツゴーはもう抜く <laughs> もうそれになっちゃうもん絶対新鮮味がなくないなんかそれはもうやってるから。 吉正さん公演はもう10回とかしか出たことないからあれだけどえー、だって一度も見れるじゃん <laughs> 見たことないやつの方がよくないそんなことないわかんない私もも,もう,もうみんなの気持ちが読めない <laughs> あそう16件決策公演もう嫌だ <laughs> 新鮮味がある方がよくないなんかやるなら。 しかもやってるかない私多分ショールームで「レッツゴー」とか多分やってるよなんてつうみたい優しいけども <laughs> なんかもうやり,や,りやらなさそうなやつをあえてやる。 レッツゴーと修行中が絶対強いもんもうどっちかになっちゃうもんそんなのだから自分が折り面のや,つ覗くやってみたいのやったら、まあ、それもそうなんだけどなんかせっかくならファンのみんなに選んでもらったやつをそうやってみたいのいっぱいあるから。 ファンのみんなが選んでくれたやつを覚えたいなっていうまあ。ダンスとかさすがにちょっと資料がない。無理だけど、歌ならいくらでも覚えられるから。 えー、なんでみんなそのひび割れた鏡さ、なんかめっちゃさ、あの時も強かったんだけどさ、なんだっけ。全然自由に入れてくださいのさ、一回目の時も強かったんだけどさ、めっちゃあの曲難しいよ、ちなみに <laughs>。一人で歌う曲じゃないって、あれ <laughs>。そう。 時間いいっぱいあるるから全部やるまあ確かにでもなんかさみんなが協力できた方が面白くないなんだろうみんながみんなの参加型の方が。うん。 ね楽しいよねみんながなんかそう楽しんでくれる方がいいからまあちょっと公演系はちょっと先だけどもうちょっと先にやるねただそのみんながなんか「なんだよ」<laughs> めっちゃ難しいほんとに見られたすごいよ難しくて。 節ごとね確かに春夏そうそれも考えたなんか春シングル秋シングルとかやろうかなと思ったけど年によってその出す枚数違うからああもうこれわからんと思ってだからまあとりあえずそれはあれにするわその最初っから区切ってそうとりあえずは視点視点じゃないや SK さんとか AKB 以外のグループの方の表題を次の時にやるじゃん。で その次が派生ユニットのやつやるじゃんでソロ曲やるじゃんでその後にカップリングが多分何回かに分かれると思うの、ね、AKB ってもう50何枚も出てるからだからそれを何回か分けてやってで AKB 以外のグループの方のやつも多分2回ぐらいに分けてやってってなったらさもう10回いくんじゃん。<laughs> もうそれまでにはもう夏が来ちゃうそんなことはない全然そんなことない全然夏来ないあでも公園のやつはやりたいんだよね公園は一個なんか曲全曲覚えたいんですよね夏始まるいや本んに僕の夏始まっちゃうよ 待って月うん表題ユニットソロでもうこれで5月3日まで埋まったえやばいめっちゃ5月なんか多いんだけど日曜日なんで <laughs> 日曜日多いんだけど <laughs> 5月の終わりは多分何かもうこんな感じでやってそうだからちょっとどっかは自分の好きなことやるかも自分の好きな曲組み立てるかもさすがに12345週はきついわ5週 <laughs> 5週はやばい6月が4週あ,あまあ基本が4週だ 8月にまた募集があるでもまあなんか毎回リクエストっていうのもあれだと思うからどっか5月はどっかでやりますああ、ね、そう息抜き的な感じでみんなの <laughs> その投票も結構大変だと思うから5月は。 1414 14え十1017とかはおそらくちょっと今すごい適当に言ってるからあれだけどえななんかおかしくなっちゃったよ17とかは多分おそらく普通に自分の好きな,こ好きな曲やるかもあそうそれもあるなんかそのなんだろう例えばおうち公演が日曜日とかになったらそれはそれでその私のこの企画は配信できない 今日はおうち公演でしたみたいな話しか多分できない気はするから時間が多分6時半とかになっちゃうからとりあえず毎日の配信は続けるけど考えるわこの辺どうしていくのかはまた1時間経ってるんだけどもうね5月はそう誕生日なので生誕祭がいつあるかも謎なので。 考えと好き勝手歌う24がいいのかなそしたら好き勝手歌う回を作ってもいいかなと思ったりするやばくないやばいんだけどうんあれ,れ今日15日あれ ちょ、なんか、今いろいろ自分の中でさ、今考え事しててさ、この配信中に考え事するのがおかしいんですけど、めっちゃ今関係ない考え事。やば、15日だ、今日。今日めっちゃ普通に14日だと思ってた。今、何も気にしないでください。生誕祭自主開催。もうほんともうそのレベルよ。 えー、去年の今日善悪だったんだもう善悪って響きすらもう懐かしい予備感覚もうないねえねえない今日何曜日上水曜日だん <laughs> から私の携帯さ「上」ってだけウェンズデーの「上」だけ書いてあるから「上」しか分からんそうそう T シャツ来るかな確かにん4月の終わりにせっかく今年配送早いのにね え、ね、確かにあのさ新しく入った曲たちあのしちゃありがとう入ったじゃんちょっとねあの思い出マイフレンドとかを入ってあのその入る時と入らない時っていうのがあるから気になってたんだったそれだけちょっと確認しようと思ったけどなさそうおお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 わー今回も表題しか入ってないやつだ悲しいと思ったらそさなんか違うやつは入ったりするんだよねちょっと待って あと何だっけカップリング今回ジタバタジジジジジジあーないわあ今回あれだえあえっ差しええちょっと待って なんでさあえ、ちょっと待って。AKB のとこでさ、質問ありがとうないんだけど。えどういうことちょっと待って。私なんか幻見たのかなちょっと待って。え、入ってるよねちょっと待って。となると入れたら出てくるパターンない何怖いんだけど AKB のとこにはさ「失恋ありがとう」入ってないんだけどさ「失恋ありがとう」って入れたら「失恋ありがとう」出てくるんだけど謎だうーんとっとうっとうっと <laughs> 幻<い笑>みんな一 k さんになってる <laughs>。 ひも付け忘れてるのかな AKB48 まで書いてあるんだけどなんでだろうそう多分ねあのなよ世のカラオケには入ってると思いますだから世のカラオケにも早く行きたいんですけどまあこのご時世,世世のカラオケに行ける場合じゃないので世のカラオケに早く行きたい世のカラオケに。 <laughs> いけないからもうなんていうのアプリでさ楽しむしかないんだよねとかあとアップルミュージックで流して一緒に歌うもう今日もずっとそれで歌ってた世のカラオケの復活をそうすごいねめっちゃねお得なところがある学割がめっちゃ効いてめっちゃ安いところがあるから めっちゃ行きたい <laughs> 行けないからあれだけど頑張って世の中今日ピアノ弾いてた何かめっちゃ今日指動くよほら <laughs> どうでもいい <laughs> どうでもいいけどめっちゃ今日指動くもう終わるね配信 <laughs> ギフト読む 268タイム3ピーロット3ータン三クレさん JF さんクアちゃんまあ、こっちゃんと今日はナーみも今日はダーミーもテンション高いなすぐるさん上村さんあちゃむさんあ全然今日テロップ変えてなかった全然もうやばいテンションしてないのにずンちゃんのたもちゃんクレさん星がいっぱいださんかわしまるあとさん 写真機あと、いっぱい喋る、いっぱい喋るな、みんが好き。ごろ悪, <laughs> 悪かった、ちょっと間違えてた。そういうやつじゃなかったのに、多分テンションで言うと、いっぱい喋るな、みんが好きみたいな感じだったの私が無理やりカロリーミットに合わせたから。<laughs> 高見、あとびっくりびっくりさん。コジッキーさん、おーバルー部のマー君さん。あ待って、星が宙を浮いて止まってる。ちょっとえ、止まってる配信。 動いてるあ動えっ大丈夫そうかなジェイソン G おすごいほんとにジェイソンの仮面かぶってるポンケさんみおくんさんぞうさん佐藤道弘さんいちさん4さん4 4 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 バッ,クアット今日から OUC48 の朝井波の,のビッグボン <laughs> 宗近さんしんくんポンケさんえシューあっ野菜団さんあつさんともきさんえなんか今日めっちゃなんか星が中央って止まるんだけどなんでめちゃレマロンさんえのぼちゃん大好きくんさん過去公式あと広島さんタッチョンさんまぬけビーグルさんありがとうえあの4の歌めっちゃさ単純だよね あの聞いてほしいあの知らない方あのベビーメタルさんの4の歌あれなんだっけ4の歌読み方あってのかな本当に数字の4での歌って書くんだけど1の次は22の次は33の次はうう4 4 <laughs> 歌詞 <laughs> めっちゃ単純7の前は6 6の前は5うの前はうう4 4 聞いてほしい。めっちゃ可愛いの。これ、何この私が言うとすごい。あれなんだけど。あの <laughs> 見たらめっちゃ可愛いから聞いて欲しい。歌えないから今すごい。なんか言葉で言うとええええ,えって感じだけど、その見たらちょあ伝わり方がわかる。そう、めっちゃ可愛い。 そしてランキング13位「あさインベリーナーミーアあっとやさいナンさん」「12位」「めおいさん」「11位」「オーバーレールのマー君さん」10位「G」「わく」「クアット今日から」「OUC48」「のアサイナミビッグファン」「ツイッター」も変えたんだ名前」「しれっと」「9位」「269」「タイム」「さん」「8位」「クアちゃん」「7位」「ポンケさん」「6位「オガケンさん」「5位」「サシエキット」「あっといっぱいしゃべる」「ナーミンが好き」<laughs>「ちょっフフ違うしフフフフフフさんフフフフさんフフ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 フアチャムさんです はいというわけで今日終わりです語呂悪すぎ <laughs> だそういう意味で書いてくれてるんじゃないのにさそう読みたくなっちゃうアイツの広告めっちゃ流れるのよいっぱい流れるんだけどその黒柳哲子さんバージョンとえっと小松菜奈さんバージョンがあるんだけど出てきた時にそのお二人のどっちかがね2種類ぐらいあるんだけど どっちがあのなんて言うの小松菜奈さんで言ったら自然食弁当かなんかな,なんちゃらパワーサラダみたいなので黒柳さんがカルビビビンバとあとなんかもう一個なんかが絶対どっちかが流れるわけよ。 であれをなんか本日私が召し上がるのはみたいなの言うんだけどそれを言う前に「どっちか!」って当てるゲームをするのがめっちゃ好き最近世界一しょうもないなこんなのしてる人いないわ絶対そうもしそのウーバーイーツ YouTube とか見てる時にウーバーイーツの CM 流れたらあっそういえばなーみんそんなこと言ってたなーって言って見てくださいめっちゃでもねなんかハマってくんのも,もう もう倉昭徹子さんよりももう我先に「カルビビビバー!」っていうの <laughs> っていうゲーム「おうち時間」<laughs> 勝率割と高いよでも小松菜奈さんの方割と外れる「あの絶対自然食弁当!」っつったら「本日私が見せるパナ野菜なんちゃらのパワーサラダです」とか言われた、うん <laughs> ってなる <laughs> なるんかもうみんなみんなやらない方がいいみんななんかそうあの,あの、うん、私は家の中で一人でやってるからだけどさあのなんか誰かいたりとかしたら「えどうしたの?」とか言われるからやんない方がいいでなんかなんならそれ最近テレビとかでもやってるからあのやるあの「カルビビビンバ」はもう絶対決めにいくこ <laughs> れ柳さん <laughs> で、ママも一緒にやってる。カラビビンは <laughs> はい、じゃあ、これです。以上です。あの、CM 分かった見つけたら、アナーミン、そういうこと言ってたなって思ってください。はい、私は絶対最後に、あれ、今日お休みなさいってメールしちゃったっけ絶対もう、今日最後にメール、バイバイっていうやつ送るって決めた。だから、今からそのまま、はい、メールを書いてきます。それでは、あー、あ,ーあ,ーあーと、インスタのやつも投稿するのに、ちょっと待っててください。じゃあ、キャッチフレーズをして終わります。 あなたたのハートを吸引したいいつも全力並みありがとうございました今日ちょっと急ぐはちょっと時間が思ったよりも伸びちゃったバイバイありがとうあれ押せ押せ押せないえー、押せないんだけどこれ私一生配信終われないちょっと待ってあー押せどびっくりした <laughs> バイバーイ配信終了ってやつ押せなくて押せないのかと思ったバイバイおやすみなさーい